方に移ります。ちょっと破壊してましたね。あ、1ターン目、総岡翔太さん対酒井亮選手ですね。こちらちょうど1ターン目始まったところですね。はい、あ、ギタクシア派の調査でまず確認、確認、びっくりしました。全部並んでるのかと思いました、はい、全部もう1ターン目バーってね並んでもおかしくない感じでしたよね。今ね、土地ターンでした、いわゆる、うん、1ターン目もう本当にね、うん、全部土地がバーって出ることあるんで、マナ結合を打ってですね、はい、ちょっと今手札がね、うん、何があったかギャンブルとか持ってましたよね。銀策とかありましたからね。そうですね、ランズですかね、もしくはあの、あ、今ランズでしたね。なるほど、はい、ランズならではのラインナップでした、うん、まあ、結構土地、あ、また親切にまた見せていただけてっていう状態になってます、ね、あ、これマナボンド入ってますね。はい、これ土地一気にバッとする数ですね。さらに遠さも、さあモックスだよ抜いた安岡さんですね。はい、さあコメントでもさすがにアント有利なのというコメントがあるんですけど、これさすがにアント有利ですか。さすがにアント有利ですね、まあ、ほぼ妨害なしで今後決めに行けると、はい、ことですよね。そうですね、一応メインからあの、うん、虚空の灰チャリスオブザボイドが、はい、まあ、入っている形も珍しくないんですけど、うん、それをね逆に1ターン目に貼れちゃったりすると、貼られてしまったりするとアント側が厳しくなったりとかもあるんですけど、うん、まあ、ただ安岡選手ね先手でその、はい、あったとしても脅迫できっちり、なるほど、はい、対処できるっていうような展開でしたね。はい、そして、はい、お二人とも9勝3と9勝3敗のマッチアップとなってますね。これ ID ができなかったっていうことなんでしょう ね、 スタンディング確認の結果、まあ、しかし2人とも3敗1分けでは残らない、ね、もしくは負けても残るから、はい、より上位の方が有利なシステムなので、うん、上位を取りに行っている、なるほど、もしくは確実に行きたいみたいなのもあるかもしれないですね。そこからちょっと現状確認できないんですけど、もしあの放送席の方にスタンディングを持ってこれるようでしたらスタッフの方お願いします。あ、はい、じゃあここからですね、はい、はい、はい、あ、トーサーから2つセットランドをして、はい、そして総合さんということはかなりもうメイフの教授者とマナブーストがあるのでもう、あ、もう始めますっていうフューチャーエリアのねストームボードを取り出しましたね。まずはストームが1になるかと、はい、そして2、そして3、そしてダークリチュアル、相当早いですねこれね。黒3マナ浮いてる状態ですね。テキパキテキパキ、土地タンを使ってる方はもう全部好きにやっていいよっていうどうぞどうぞって言ってますね。ストームが5、そして黒3マナが浮いている、はい、そして LED も起動、ライオンの瞳ダイヤモンドですね、こちらも起動して、はい、おそらくこれは端的に言うと、まあ、これはもうフレームスルートですかね、炎の中の加工を持ってきてと、ね、まあ、これムカつきでもいいですね。ムカつきだとマナがないかな。でも、まあ、そうですね、メイクの強者は落ちているので、はい、いずれにせよもう十分あるので、うん、大丈夫なルートを選ぶだけって、相手ももう妨害がないの分かってるんで、そうですね、はい、まあ、あとは間違いなければと、あ、ムカつきからいきましたね。ムカつきのマナがありましたね。 LED の3マナとセイラの花びらを使って、さあ、デッキ名の余っていたマナを使って、うん、はい、さあ、アントというデッキ名の元にもなっているこのムカつきというカードですよね。はい、まあ、AN はアドナジウムの AN ですもんね。 T、 さあ、そして残りの T、 皆さん何か分かりますか。 AN はこちらのムカつきのアドナジウムの T ですね。この T 何のカードかお分かりでしょうか。お、はい、というわけで、皆さんご存知でしたね、天取りでございます。はい、はい、フィニッシュカードの雲の食事ですよね。今手元に、スタンディングをいただいたんですが、はい、さあこれ結構めくれがすごいですよ斉藤さん。お、めくり方が綺麗ですね。というより3、4、ジグザグジグザグって並べていってますね。ライフはまだ大丈夫かな。これ結構めくれてる感じですけど大丈夫かな。4、これ闇の星がめくれちゃうとやばいんですね。
あ、もう止めてますね。はい。さあここでブレインストーム。ストーム7。そしてドローしてフィニッシュカードの雲の触手を引きたいところなんですが、ここから2枚。これマナ足りるか、さすがに足りますね。ロードスペタルも2枚あって、はい、イボダの儀式も進まると。フェッチ残りライフは3。一応今フェッチランドで探せる土地がちゃんと残っているかっていう確認をしてましたね、安岡選手、うん。ここで、あ、触手にたどり着きましたね、これ。はい、はい、皆様、テンドリルと元気よく答えていただきましたが、そうです、ナントというデッキのフィニッシュカード、クモの触手の T がアントです。はい、まさにアント、これ、アント、これでアント、アドナジウムからの T、テンドリルです。テンドリル、はい、ちなみにですね、皆さん、今入ってきたスタンディングの情報によりますと、なんとこの安岡選手と、酒井選手両方とも4敗してますね。なるほど、はい、ただ4敗のオポーネントマッチパーセンテージが高い側のプレイヤーの方々なんで、勝った方が7位か8位で滑り込む可能性があるっていうマッチになってます。 なのでもうガチ一択のマッチですね。なるほど、はい、もう今回大混戦で、マスカドケンタ選手が37点、12勝1敗、あ、12勝、1分け、12勝1分けいるかな、そんな人、12勝1分け、あ、とりあえずまずサイドボードの方ですね、はい、そうですね、はい、まずランド、ランズ側が、どういったサイドボードを、はい、持ってくるのかというところなんですけども、はい、先ほど、チャリス・オブ・ザ・ボイドなんかを妨害手段として使っていくなんてお話ありましたけれども、はい、サイドボードからもやはりそういったカードが入ってくることが多い。そうですね、はい、抵抗の補給なんかも入ってるよというコメントありましたけれども、あとは墓地対策系とかが入ってるかもしれないですよね。確かに、はい、お、これ綺麗な抵抗の補給ですね。これ綺麗ですね。 MO 版のやつですかね。何版なんですかね、これね。多分 MO じゃないですか、ね、コマンダーとかじゃないですか。ちょっとわからないですけど、多分 MO のこれは画像だと思う。ヴィンテージマスターズ、ヴィンテージマスターズ MO マジックオンラインのヴィンテージマスターズの画像だそうです。そうですね、はい、さ、こちらから結構安岡さんはサイドボード入れるものあるのかなという感じなんですけど、まあ、まあ一応その最速で決めに行きながらも、うん、その置物だけで完全に負けるっていう状態は回避したいので、なるほど、まあ、突然の水尾とか最低限入れつつっていうことになるのかなと思うんですけど、後手で手札破壊だと間に合わない場合があるので、なるほど、なるほど、はい、そういったカード、対策カードを対策していくといった方向性になるわけですね。そうですね、はい、まあ、コンボデッキの常とも言える ね、 そうですね、サイドボーディングですけど、はい、酒井さんにしてみればかなり当たりたくなかった。そうですね、正直そう思います。ランズっていうのは、はい、もう本当にフェアデッキに強いっていうタイプのデッキで、うん、逆に言うと、まあ、アントってフェアデッキの逆なんでね、うん、そっちにはちょっと有利はつかないデッキなんですよね。なるほど、ランズは、まあ、ランズというと、まあ、いわゆる土地タンという名称、はい、日本では有名だと思うんですが、結構急に
一般的になってきたような印象があるんですけど、そうですね、何か原因あるんですか。はい、海外ではもともとその日本よりはいたんですけど、この間、はい、11月に行われたアメリカのグランプリシアトルタコマで優勝したのがこのトチタンだったんですよ、はい、なるほど、はい、っていう経緯で日本でもまあ使われる方が増えていると、うん、さあそしていきなりモックスダイヤからトーサからいい回りですね。そしてリシャーダンポート真似縛るぞと、しかし先ほど斉藤さんおっしゃっていたような対策カードは今見えないような感じですね。あ、手札がちょうどからの生命ですね。こちらとサイクリングトッチ、こちらからシアン、まずはシアンですね。これは先にサイクリングして、はい、何か違う土地引いたらそれを置くっていう選択肢もあったと思うんですけど、うん、例えばそれがフェッチランドだったらジョードからの生命との相性もいいですよね。なるほど、あ、そういう可能性もあったとは思うんですけど、さあ抵抗の補給ですね。ドローしましたね。そしてもう一枚土地もありますね。さあジョードからの生命で回収で、このターンも土地が2枚置けます、うん、かなりこれいい回りですね。はい、そして抵抗の補給いいですね。これ厳しい。抵抗の補給は同じ1マナ増えるっていう効果でも全ての呪文が、うん、自分はマナたくさんのデッキなんで、うん、被害が少ないですよね。なるほどなるほど。そこがこのデッキに入りやすい理由なんですけど、やっぱりいろんな、うん、ありとあらゆるコンボデッキに効くので。さあこれで一気に動きづらくなった形の安岡選手ですね。ロータスペタルも1マナ払って設置しなきゃいけない、はい、渋いですね安岡選手からしたら、うん、さらにリシャードの港でマナも縛られてしまいますから ね。さあここは発掘でロードからの攻め当て札に戻します、はい、さあ通常であればこれドローが止まってしまう動きなんですが、サイクリング土地のおかげでドローも進めながらアドバンテージを獲得していける。これ1マナ追加で払わないとダメだなって向こうでも言ってますね。ちょうど、はい、払いましたね。これでしっかり払いました。さあこれが通称ロームエンジン。はい、さあこれもアーボーグでペンドレルベイルからマナが出るので、はい、うん、サイクリングしちゃってからジョードからの生命打った方が1枚得できたんですけどね、坂井選手は。ちょっともったいないですね。さあここでまたも発掘で進めていきます、はい、さあ落ちるのは当然土地ばかりということで、さながら3ドローのような働きをしてますね、はい、すごい。これ何か訳があるんでしょうかね、うん、サイクリング土地をサイクリングしないっていうのは。さあそしてカラカスとマイルの小立ち、こちらをセット。リシャーダの港も寝かしてしまいましたが、うん、もう1枚起きてるともっと有利になると思うんですが、うん、これで、あ、なるほどなるほど。サイクリング土地はあの墓地対策サージカルエクストラクションでちょうどからの生命。さあここで突然の水尾で消そうとした時に拾おうみたいな。なるほど、破壊されてこれでかなり自由に動けるようになった安岡選手。さあそして土地をタップしようとするんですが、これ連作でプレイストームですね。これは、うん、ライオンの瞳のダイヤモンドが2枚、シューターもある。これはザワッとゴールデン2ペアとも言えなくもない。シューター別に2枚なくてもいいんですけどね。この構えは通称なんて呼ばれてる構えなんですか。このライオンの瞳のダイヤモンドに2枚チューターがある構え。ゴールデン何でしょうね。ダブルライオンとかでいいじゃないですか。ダブルライオン雑ですけどちょっと雑になっちゃいました。困りましたね。ちょっと困っちゃいました。すいません、はい、すいません。はい、というわけで伊藤さん、このライオンズアイダイヤモンドが2枚ある布陣っていうのはなんて言うんですか。いわゆるこれはですね、まあ、ダブルライオンですね
ちょっとあかんかった回答は持ってなかった。ちょっとダブルライオンぐらいしか思いつかなかったんですが、はい、まあ強力な手札であることには変わりないですね、はい、超強力です。さあここで、さあ出ました、ストームカウンター登場ということは、はい、ここからはさあ一気に、はい、レオの一目ダイヤモンド設置からの起動、そしてチューターと防御がこれで条件を満たして好きなカードを持ってこれるというタイミングですね。さあこれはもう浮いてるものは十分ですからね。また同じようにムカつきでもいいですし、うん、もう何ルートでもムカつきですね、素直に。はい、さあこれでイッツショータイム、安岡選手。さあこれ全部手札に入りますからね、と2連続でベーパー置物対策取ってます ね。ムカつきでめくれた時に、うん、突然の水尾より痛くないっていう1マナっていう、あ、5マナ5点、ドーン、ドカーン。さあ本田残り5になっちゃいましたね、うん、どうでしょう。さあここで止めるのか、まあ、大丈夫そうですね。そうですね、おおむねシューターから点取りルー持ってきて、うん、いけるのではと思ってしまいますが。そうですね、はい、まあ魔球をね余裕で達成してますからね、うん、ほぼ、はい、まあ、ディアボリックシューターと同じように魔球権利8回ぐらい取ってますね多分、まあ、そういうルールじゃないですけどね。なるほど、はい、ちょっと魔球権利がちょっと今、はい、保管顔になってしまったんですけど、はい、インスタントかソーサリーが墓地に2枚あると、あ、なるほどなるほど、はい、3マナ出るんですが8ペアぐらいあるみたいな。あ、なるほど、はい、スーパーモードと、スーパーモードからの、はい、スーパーテンドリル、はいはい、というわけで14ラウンド最終ラウンドは安岡翔太選手が鮮やかに勝利しました、はい、おめでとうございます。